電車騒動の株価が下がっています。差し押さえです。志村さんどないなってるんですか。再建の道半ばでついに会社は潰れてしまうのか。いい話があるんだけど。新潟屋をそっくり買いたいと言ってる。え、これが最後のチャンスかもしれないんだぞ。売却は会社を救う最後のチャンスなのか。これが社員と会社を守る道だと私は信じます。ドラマビズラストチャンス、8月13日月曜夜10時。